一心様とも会われたようですね。礼を言われた。源一郎殿を斬ったことへ。そうですか。源一郎殿、まさか落ちの檻を飲まれているとは。それは何だ。落ち水の中でも特に濃いものをそう呼びます。あなたもご覧になったでしょう。落ちの檻を口にした者は当然に死んでいるはずの斬撃に耐えるほど強靭な肉体に変貌する。あれはもともとは我が師道元が調べていたもの。調べた書も薬も焼いて捨てたと聞いていましたが、私の兄弟子たちの誰かが持ち出していたようですね。大方道順あたりか。九郎様のお考えについては聞いた。して共に伏し立ちを果たそうと思う。そうですか。今までの助けかたじけない。まるで今生の別れのよう。私は主の命も果たしましたので、この城に残ります。いつでもお声掛けください。クス氏として助けとなりましょう。これをお主。あら、一心様がお好きなお酒ですね。いただきましょう。何か話してください。一つ聞きたい。はい。剣の師は誰だ。剣、私はクス氏ですよ。誰だ。一心様です。ですがほんのたしなみです。お主の剣技、とてもたしなみとは思えぬ。何のためだ。人は切りません。人は切らぬ。はい、人を切りたいなどはつゆほども。ただ鬼など出れば切りたいと思っています。鬼。本気に取らないでください。ほんのざれ事です。ではまた。ありがとう狼。私には少し勘抜きが固くてな。良いのです。うん、まだ埃がひどい。埃がひどいな。戻りましてございます。おう、戻ったか狼。一心様とは会えたか。はい。不思議ならば鍵になりうるやもしれぬ、そう仰せでした。不思議り。先方寺にある死なぬ者を斬る刀とか。なるほど。確かに流院の不死を断つことへも関係しておるやもしれぬな。御意。私の方は源の後期の手がかりとなりそうな書物を漁っておいたぞ。どうやらタケル様が戦況に帰るため
調べられていたものだ。見つけた手がかりについて話そう。手がかりとは？花だな。巫女様、こちら。これはもしや桜しずくか。それは流院の不死の契約がならざるとき、引き換えに残るものという。タケル様が残されたものでしょうか。であろうな。狼よ、もし望むのならば、この桜しずくもまたそなたの力としよう。ありがたく。わかった。目を閉じてくれ。はタケル様の流飲もまたそなたと共に生きるのだ。頂戴いたします。うん。もう目を開けてよいぞ。は。それはタケル様にいただいたもの、大事にしてくれ。ぎょい。花とは？まずはこれを。タケル様が残されたものだ。戦況に帰るため源の後期について調べていたのだろう。この芦名を貫く源より流れいずる水、その水が濃く溜まった場所で咲く白い花について書かれている。どうやらそれが源の効能一つであるようだ。源の水が濃く溜まった場所、深い渓谷などでしょうか。なるほど。ならば落ち谷かもしれぬ。あの谷には源の水も流れ込んでおるはず。その落ち谷はいずこに？城の裏手の林を抜けた先にあるぞ。林の奥にある白蛇のお社。言葉の通り、そこから落ちたところに落ち谷はある。まともな道はつながっておらぬが、そなたならば行けるであろう。ああ、そうだ。そなた、香炉の残り香は嗅いでみたか？はい。何やら木くずのようなものが残っていました。そしてかすかに桜のような香りが。おお、そなたもそう思ったか。ただあの香り、桜のようでいて少し違う。どうした狼？あの香り、どこか懐かしい。嗅いだことがあるのか？おそらくは。ですが思い出せません。そういえばエマ殿が昔、城の裏手に桜の木があったと言っていた。それが関係あるやもしれぬな。お主に尋ねたいことがある。はい、何でしょう。城の裏手の桜についてだ。常桜のことですね。タケル様が故郷より持ってこられた桜です。つまり戦況の桜か。はい。あれは不思議な桜で、春に限らず常しえに咲いておりました。ですが常桜の木も花ももありません。枯れてしまったのです。何故枯れた？枝を倒り花を持ち去った者がいます。花をなくした常桜は
やがて枯れ果てました。床桜の木そのものが失われてしまったのです。ではまた。なんじおお、あの時の旦那じゃねえか。アシナの城では世話になったな。俺はここでしばらく居候さ。仕入れたネタの整理も必要だからな。旦那になら飽きないもするぜ。どうだい。じゃあな旦那。そこもとか、それがしを使い刀の修練を積むがいい。また来るがいい。